飯田線、飯田線は、愛知県豊橋市の豊橋駅と長野県上稲郡、辰野町の辰野駅を結ぶ東海旅客鉄道、JR 東海の鉄道路線、地方交通線である。開業、ダム建設輸送、戦時国有化、国鉄分割民営化と、折々の時代の妖精の中で、愛知県、静岡県、長野県にまたがる険しい山岳地帯を貫き、全通を果たし、 現在も東三河、天竜、中南新の都市農山村を結ぶ路線。起点の豊橋駅から終点の辰野駅を経て、長野県の上、諏訪駅まで各駅停車で直通する列車もあり、豊橋駅から辰野駅までは約6時間かかるが、一度も乗り換えることなく行くことができる。1983年までは休憩国電の宝庫として、 鉄道ファンの注目を集めたが、現在でも、天竜川の険しい渓谷を縫うように走る、車窓風景や、小和田駅や田本駅などの、いわゆる飛行駅の存在から、鉄道ファンや旅行者に人気のある路線である。もともと直結した4社の私鉄路線、豊川鉄道、宝来寺、鉄道、三神鉄道、稲電機鉄道を、戦時国有化、統合したことで成立した路線であり、 駅はほぼ開通時の沿線集落ごとに設けられている。このため駅間距離が旧、国鉄の地方路線としてはとても短いのが特徴で、全長 195.7km 中に、奇襲点を含めて実に94の駅がある。それらの平均駅間距離は、約 2.1km と大都市の市街地路線並みであり、また、地方鉄道の簡易な規格で建設されたことから、 速度は低く、急カーブや急勾配も多く見られる。中でも、赤木駅、沢渡駅間の勾配は40パーミルで、新越本線の横川駅軽井沢駅間、薄い峠が廃止された後は、JR 最急勾配となった。豊橋駅豊川駅間は、IC 乗車カードとかの利用エリアに含まれている。豊橋駅豊川駅間は、 沿線にある日本車両製造と川製作所で製造された車両の輸送に用いられており2004年まではフル規格の新幹線車両も在来専用の台車に交換した上でこの区間を通過していた前線が JR 東海東海鉄道事業本部の直轄であるただし辰野駅は東日本旅客鉄道 JR 東日本が 鉄道資産を保有し、上り場内信号機が、資産上の境界となっている。豊橋駅豊川駅間の伏線区間のうち、豊橋駅平井信号場間は、名古屋鉄道、名鉄名古屋本線と共用しており、JR 東海が所有する下り線を、飯田線と、名鉄名古屋本線の下り列車、中部天竜、名鉄岐阜方面行きが通り、名鉄が所有する上り線を、 同名古屋本線と飯田線の上り列車、豊橋方面行きが通る。これは、1927年6月に、愛知電気鉄道、名鉄名古屋本線の前身の豊橋延長に際し、豊川鉄道、飯田線大会駅以南の前身と、線路共用を行う協定が結ばれ、これが現在にまで踏襲されているものである。この区間にある、船町駅と下地駅には、 名鉄の列車は停車しない。共用区間の運行管理は上下線とも JR 東海が行っており、基本的に飯田線列車の運行が優先され、名鉄名古屋本線の列車は1時間に最大6本に制限されている。制限速度も時速 85km 以下に抑えられ、遅延が長引くと入線できず、いない規制で折り返すことがある。 また名鉄のミュージックホーンも電子系的を認めない JR 東海の規定が優先されるため使用されない。優等列車については、1996年3月16日に登場した特急、イナロが豊橋駅、飯田駅間に1日に往復運転され、飯田駅立つの長野方面には快速、ミスズが運転されている。普通列車については、 飯田線前線を約6から7時間かけて走り抜く直通列車もあるが列車の運行区間はむね豊橋近郊の東三河地区本流しの駅から中部天竜駅を経て天竜橋駅に至る急瞬な三県県境越えの三苑南進及び飯田稲周辺の稲谷の3区間に分けられるまた中部天竜駅天竜橋駅間を除く区間では一部の 普通列車でワンマン運転が行われている。このうち北部の天竜京駅辰野駅間については2001年3月から119、軽電車にワンマン対応工事を施した上でワンマン運転が開始され、2007年3月以降は辰野駅から先の中央本線岡谷駅までワンマン運転を行っている。また南部の豊橋駅中部天竜駅間についても313、 計3000万台電車の導入を機に2012年3月17日のダイヤ改正からワンマン運転が行われている。なお、飯田駅駒金駅間などでは普通列車では珍しく昼間に弁当が車内販売されていたが2004年1月をもって廃止された。1960年代から1980年代の国鉄時代の末期に新宿駅、長野駅、 名古屋駅などとの間に直通急行列車が4両から7両編成で走っていたが、中央自動車道が全通し、これを経由する高速バス、中央高速バス、中央道高速バスが設定されると利用客数が激減したため廃止された。東三河の市街区間であり、飯田線では最も旅客輸送の盛んな区間である。1時間あたり、豊橋駅豊川駅間が4本。 15分間隔、豊川駅本流しの駅間は1の2本程度、30から60分間隔で運行されている。初詣シーズンなどは、豊川稲荷への産経輸送も行われる。2012年3月17日のダイヤ改正から、この区間の一部列車でワンマン運転が行われている。2006年9月30日までは朝夕に、本流しの駅。 新城駅と東海道本線名古屋方面との間で直通列車が運行されていた。九百九十九年十二月三日までと翌四日から二千六年九月三十日までとではパターンが異なっていた。前者は新城駅の片道のみの設定で九百九十一年より夕方に当時の大垣電車区に配属されていた二百十一5 0 0番内3両編成を使用し、 東海道線内は、普通、飯田線内は、快速として運転されていた。後者は、大垣区の313系300番台2両、編成、豊橋駅で増解決し、東海道線内は4、または6両編成で、運転を使用し、前車の場合とはほぼ逆に、東海道線内は、主に特別快速、一部新快速、飯田線内では、下りは、 小坂井駅本流しの駅間、上りは、牛久保駅本流しの駅間を各駅停車として運転されていた、豊橋駅小坂井駅、または牛久保駅間はノンストップ。本流しの駅までの直通列車が設定されるようになったのはこの時からである。その後、2006年10月1日のダイヤ改正で、東海道線との直通列車が全廃され、それ以降は全列車が、 豊橋駅での折り返しとなっている。また、過去には、初詣シーズンの昼間に、東海道線の新快速が、豊川駅まで延長運転されたこともある。この時は、飯田線内ではノンストップで運転されていた。上売れ川、天竜川沿いの小町村、小集落を縫って走る急旬な山岳路線である。列車は、豊橋方面との直通が多いが、一部は、 豊橋駅中部天竜駅、または三作母駅間及び、飯田駅、天竜橋駅、平岡駅間の区間運転となり、列車は、おおむね朝夕1時間1本、日中は2から3時間程度間隔が開く。愛知、静岡、長野の3県にまたがる区間で、沿線人口も少ないため、この区間を通しで普通列車に乗車する利用者は、少ない。 2012年3月17日のダイヤ改正から、本流しの駅中部天竜駅間の一部列車で、ワンマン運転が行われているが、中部天竜駅天竜橋駅間では全列車に、車掌が乗務している。中部天竜駅三作母駅間には、川の対岸に渡らず戻ってくる通称 S 字端こと、第六水久保川橋梁がある。三作母駅天竜橋駅間には、 秘境駅と呼ばれる駅もいくつか存在する。かつて1987年から2006年まで、行落シーズンに、豊橋中部天竜間で、トロッコ列車、トロッコファミリー号が運転されていた。その後も2009年春から中部天竜駅前に、あった、佐久間レールパークの閉園まで、同区間で、臨時快速列車、佐久間レールパーク号が運転されていたが、こちらは、 名古屋駅からの東海道本線直通列車であった。ただし、2009年11月1日運転の、佐久間レールパークフィナーレ号は、豊橋駅中部天竜駅間のみの運転。おおむね1時間に1本が運転され、飯田市、駒金市、稲市などの南進地方主要都市を結んでいる。この区間の一部列車では、ワンマン運転が行われている。特急。 稲炉の他は普通列車と一部の快速列車の運行であるが、一時期、臨時特急、ふれあい稲炉が、豊橋方面から、駒金駅まで運行されていた。普通列車は、朝の上り一本、夜の下り一本が、辰野駅始発、終着である以外は、中央本線の岡谷駅まで直通しており、中央本線の辰野駅岡谷駅間は、飯田線と一体の運行になっている。 一部列車はさらに、岡谷駅より、先の中央本線上諏訪駅、または、千野駅まで直通する。また、岡谷駅から、緑湖駅、塩尻駅を経由し、篠野井線と直通する列車として、飯田駅長野駅間及び、松本駅、飯田駅間に、三スズ天竜京駅松本駅間及び、長野駅、松本駅、飯田駅間直通の普通列車が運転されており、 ミスズは、飯田線内で、快速運転を行う。塩尻、篠ノ井線方面との直通列車はすべて、岡谷駅、緑子駅経由で、品野川東駅、小野駅を経由する列車はない。すべて電車で運転されている飯田線において2両編成の車両で車掌が乗務する列車は、運転士がドアの開閉操作を行うため、駅に到着してもすぐにドアは開かない。これは、 車掌が無人駅、夜間が無人となる有人駅を含むで乗車券を回収するためである。3両以上の編成の列車は車掌がドアの開閉操作を行う。JR 東海では2012年度までに313、計120両の通りを進めており、その玉き天配で 新両車両区から大垣車両区に転属した213系5000番台や313系3000番台が2011年11月から2012年3月にかけて飯田線に導入された。213系5000番台は2扉車で飯田線南部で普通列車に2扉車が定期運用されるのは1989年に運用終了した165系。 以来22年ぶりのことである。これにより、119系の運用は2012年3月に終了した。また、2018年9月から12月の愛知、デスティネーションキャンペーンの開催に合わせて運転される、臨時列車では、以下の車両の使用が予定されている。かつて、飯田線は、いわゆる休憩国電や、休憩電気機関車が残存することで知られていた。 山岳購買選区のため、休憩国電の電動車は、MT30 モーター搭載車が多かったように、言われるが、ほとんど各駅停車ばかりで最高速度時速 75km、当時程度では出力の差はさほど影響せず、実際は多数在籍していた、MT15 モーター搭載車と共通に運用されていた。流電雲波52型や、愛の国雲波53型が有名であるが、 両数的には51系、雲波51、または雲波54、雲波68が主力であり、同系の区波ユニ56型や雲波ユニ64型も含めて1983年の完全申請の家まで残っていた。国鉄編入前からすでに電化されていたため、臨時列車や団体列車、機動車で運転していた一部の中央本線の 急行と並結運転していた急行、準急列車以外で、機動車やディーゼル機関車が走ったことは少ない。休憩国電における都色の変遷は、一般車は1968年頃まで武道職2号、快速用車は1952年からクリームと、マルーンの初代快速色17メートル車に採用、1957年から機関色と、 青2号の製鉄快速色20メートル車のみに採用1964年から湘南色1961年の準級稲新設に伴い戦前形を使用した快速は廃止されたが急快速用の2扉車を中心とした4両貫通編成に充当される車のみ湘南色とされた1968年以降は全車クリーム1号と 青15号のスカイロの順だった1978年転入の80計300番台の未例外で湘南色のまま運用された。国有化以前は以下の項目を参照。飯田線の経路は稲谷地域を経由して東海道本線と長野県を結ぶものであり、明治時代以来長い時間をかけて建設が進められたルートである。特に、 大正期以降に建設、延伸された区間については、この時代に中部山岳地帯各地において盛んに行われた水力発電所建設に伴う資材の輸送を担うべく延伸が促進されたものであり、合わせて早期に電化が行われる一因ともなった。豊橋駅大会駅間は、豊川鉄道が開通させた。1897年。 明治30年に最初の区間として、豊橋駅豊川駅間が開業、大会駅まで開通したのは1900年、明治33年である。1925年、大正14年に全線が電化され、翌年には名古屋からの路線を伸ばしてきた愛知電気鉄道、名古屋鉄道の前身の一つが乗り入れを開始している。大会駅三河河駅間は、 豊川鉄道冒険会社の宝来寺鉄道により1923年、大正12年に開業した。豊川鉄道と同年に電化されている。三河河井駅天竜京駅間は三新鉄道によって開通した。鉄道会社が設立されたのは、鉄道が当期の対象となっていた1927年、昭和2年であり、路線測量はその翌年4月から開始された。 測量には、アイヌ民族の測量士で産地での測量技術に長けた、河村金ネが高級で招聘されて従事した。ところが、1929年、昭和4年には、昭和恐慌が起こり、経済情勢が急変。だが、筆頭株主が、東方電力と天竜川電力という電力会社で、濃くなる戦運の中、天竜川に、国内エネルギー資源開発をもくんでいた両者は、 電源開発、発電所建設などの資材や労働力運搬のため鉄道を使用しようとして、1929年、昭和4年8月の天竜京駅門姉妹機関の着工後も工事は放棄されることなく、1930年、昭和5年には、南から三河川河合駅出馬期間も着工した。しかし、中央構造線の脆い地層と、 天竜川強国の断崖絶壁に阻まれて、工事は難航。コスト削減のため、実際の土木工事は、ほとんど朝鮮半島から来た人々が担った。それでも、会社の資金繰りは悪く、朝鮮人の労働者は労働葬儀に訴えて、ようやく不払いの賃金を一部だけ獲得するという、ありさまであり、諸一層の工事にもかかわらず保安設備は劣悪で、犠牲者が続出。 恐れをなした、朝鮮人労働者が、現場から逃げ出し、近隣の農村に駆け込む事態も起こった。1931年、昭和6年からとうとう工事は中断したが、三菱銀行などから、多額の融資が得られ、この工事に生命をかけた飛島組の熊谷、三太郎の公費を自分で建て替える熱意と、相まって、工事は再開された。このような右よ曲折と、 日本鉄道市に残る生産な工事の末、最後の大荒市駅、小和田駅間の開業でこの区間が全通したのは1937年、昭和12年である、当初より電化。これをもって、豊川鉄道の最初の区間が開業してから40年後、現在の飯田線である、吉田駅、現在の豊橋駅、辰野駅間は全通、直通電車が走り始めた。なお、 この難工事成功の実績により、熊谷三太郎は自立に成功、戦後に熊谷組として成長する地方を築いた。天竜京駅辰野駅間は、稲電気鉄道が開通させた。最初の開業区間は、辰野駅、後の西町駅松島駅、現在の稲松島駅間で、当初の社名を稲電車軌道と称した通り、一部が平洋軌道であった。 しかし、軌道では大量輸送、高速化に適さないため、稲松島駅稲町駅、現在の稲市駅間が、専用軌道に移設され、全線が、軌道法による軌道から、地方鉄道法による鉄道に変更されたのは1923年、大正12年、天竜京駅辰野駅間が全通したのは1927年、昭和2年である。電気鉄道、新鉄道、 宝来寺、鉄道、豊川鉄道各社の鉄道路線が国有化され、飯田線となったのは1943年、昭和18年である。鉄道路線を失った宝来寺、鉄道、豊川鉄道両社は、翌年に名古屋鉄道に吸収合併された。太平洋戦争最中の1942年、昭和17年に、豊川にあった海軍交渉への物資輸送。 通勤用に供するため、豊川鉄道が、豊川駅西豊川駅間の支線を開業した。戦後の1956年、昭和31年に廃止され、海軍工場後にできた国鉄名古屋工場、豊川分工場の専用線となり、さらに同工場廃止後は、日本車両製造豊川製作所の専用線として、同所で製造された、鉄道車両の搬出などに使われている。 なお、名古屋鉄道には、名古屋本線の稲駅から分岐して、飯田線の小坂井駅に至る小坂井支線が1926年、大正15年から、豊川線の開業する1954年、昭和29年まで存在しており、愛知電気鉄道時代から、小坂井駅豊川駅間で、豊川鉄道、飯田線との直通運転を行っていた。初詣シーズンには、 豊川稲荷への参拝客輸送のため、新名古屋駅、現在の名鉄名古屋駅と近畿日本名古屋駅、現在の近鉄名古屋駅の間に存在した連絡線を用いて近畿日本鉄道、近鉄からの団体列車が乗り入れたこともあり、その他にも戦前には、愛知電気鉄道、豊川鉄道、宝来寺鉄道、三新鉄道の四車線直通を行った、 高楽列車の天竜号が戦後には本流しの駅から分岐していた田口鉄道に乗り入れるもみじ狩り列車などが小坂井線を使用して運行されていた。1955年昭和30年には佐久間ダムの建設により線路が水没するため佐久間大嵐間が三作母経由の新線に切り替えられた。詳細は佐久間ダム建設に伴う 路線変更を参照。飯田線の優等列車の詳細な遠隔については以下の項目を参照のこと。天竜川水系は水量が豊富でなおかつ急流であるというダム建設に適した河川系であったために戦前から数多くのダムが作られていた。戦後の経済復興に合わせた電力供給の拡充は経済発展の礎となるためにも急務とされ、 その一環として、天竜川水系の内ダム建設に適した地形であった岩田郡佐久間町、現在の浜松市天竜区佐久間町に、発電用大型ダムの佐久間ダムが建設されることとなった。佐久間ダムは、当時日本で最大規模の停滞と発電量を持つ巨大ダムであり、そのダムによって生成された人造湖、佐久間湖は、上流の安岡発電所付近に至る、 全長三三十キロメートルにもなり、当時天竜川左岸を走っていた、飯田線の佐久間大嵐間、約十八キロメートルの部分が、ダム湖に水没するため、ダム建設に伴う保証として、この水没区間の路線変更が行われた。佐久間ダムにより水没する部分は、佐久間駅大嵐駅間の、約十八キロメートルであり、この区間には、豊根口駅、天竜山室駅、 白神駅の山駅があったが、これらは、線路ともども廃止となった。変更路線のプランは、大乳線線、三作母線の2ルートが計画された。このうち、大乳線線は、城市上駅から北方、天竜川右岸の山中に進路を取り、途中、大笹、田地下、横林の山駅を経由した後に、大嵐駅に出るルートであった。一方、三作母線は、 佐久間からトンネルで水久保川水系に出た後、秋葉街道沿いに三作久保町まで北上、そこからトンネルで再び天竜川水系に戻り大嵐に至るという現在のルートである。二つのルートを比較すると、大乳線線は途中で掘削する長大トンネルは、キビウトンネル、延長4850メートルの一本だけで済むものの曲線と、 トンネルが連続するなど線形が悪く、また途中の3駅は、大和田駅のように人間もほとんどない山中に建設されるため利用客がほとんど見込めない上、県路線が経由している佐久間の町を経由しないという最大の欠点があった。一方、三作母線は、佐久間から秋葉街道及び三作母を経由していくため、 ある程度の利用客が見込めたが、ミネトンネル延長3619メートルと大原トンネル延長5063メートルという二つの長大トンネルを掘削しなければならない上、この付近には中央構造線と天竜川断層という二つの断層地帯が走っており、難工事となることが予想された。比較検討の結果。 三作母線ルートでの路線変更が決定され、1953年、昭和28年12月に着工された。前述したように、この付近は二つの断層地帯に挟まれた極めて地盤の不安定な地域であったため、上塞工事上館のような工事の難航した箇所もあり、また、大原トンネルは当時の日本で十市に入る、有数の長大トンネルであったが、関係者らの努力などもあって、 大原トンネル掘削に際しては、鉄道工事初の全断面掘削工法が採用され、12メートル、日、260メートル、月という掘削記録を樹立した、大きな事故もなく、工事は終了した。1955年、昭和30年11月11日には、路線変更が行われ、豊根口、天竜山室、白上の急線上の3駅が廃止になるとともに、 新鮮に、相月、木、城西、甲子城、三作坊の4駅が新たに開業した。新線との合流地点となった大嵐駅は、プラットホームの移動や、校内配線の変更が行われ、また、佐久間駅は、路線変更に合わせて移転し、旧佐久間駅跡,跡には、佐久間発電所が建設されている。これまでも書いたように、路線変更後の新線沿線となる。 水久保川沿岸は、右岸、天竜川等を隔てる山系に、中央構造線、左岸に天竜川断層と二つの断層地帯に挟まれた部分を通っており、飯田線付け替え線建設工事に際してもこれらの断層地帯に禁した不安定な地盤に悩まされた。渡らずの橋や S 字橋と称され今や飯田線名物の一つとなっている第六水久保川橋梁。 情勢液格子上駅間であるが、これは不安定な地盤を考慮した結果である。本来、飯田線は情勢液格子上駅間のこの箇所を水窪川佐岸側に閉じった全長四十五メートルの高みな外トンネルで抜ける予定であった。高みな外トンネルは九百五十四年、昭和二十九年二月に着工され、同年六月に貫通したものの、その後の降雨や、 台風の影響により、校内のアーチ、側壁のコンクリートに剥奪が生じ始め、ついで地盤の変化によるトンネル中心線の移動や断面の変形が発生し、ついにはトンネル周辺の地山全体が三作坊側に向かって滑り始めたため、放棄せざるを得ないと判断された。高みな外トンネルが放棄されたことにより、大体のトンネルをより奥に掘削することも検討されたが、 後期や好費に余裕がないことや、この付近の地山自体が、天竜川断層に近く不安定であることから、たとえ屈作しても、第二の高みな外トンネルとなる可能性も、否定できなかったため、最終的には、三作母川上に、U 字型の橋梁を建設し、不安定な箇所を迂回する方法が取られた。こうして建設された第六水久母川橋梁は、 総延長400.7メートル、半径250メートルとなった。対岸に近い箇所まで大きく、迂回しているのは、高みな外トンネルのある部分の地山が、さらなる大崩壊を起こした場合に備えてのことである。不安定な地盤の影響を受けたのは、放棄された高みな外トンネルだけではなかった。同じ上塞駅高子城駅間、高みトンネルの先に建設された第一 旧統合トンネルも完成はしたものの、同様の地山の近く変動により排気の危険性が生じていた。ただ、第一旧統合トンネルが幸いだったのは、トンネル全体が損傷を受けた高みな外トンネルと異なり、危険箇所となったのは、上西側高校付近のみであったため、より、上西側からトンネルを再掘削して、第一久し頭合いトンネル内部につなげ、 危険箇所周辺部分のみを放棄することで済んだことである。なお、この放棄された部分は埋め戻されることがなかったため、第一急統合トンネルは、珍しい Y 字状のトンネルとなっている。便宜上、辰野駅から多くの列車が直通する、中央本線岡谷駅までの区間を記載する。括弧内は、起点からの営業記録を楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。